散財は人生や。どうも直島です。突然やねんけど、みんなお絵描きって好き？直島は小学生の頃漫画クラブに入ってて、将来の夢は漫画家やったほど、実はお絵描きって好きやねん。中学生の頃親にねだって買ってもらったワコムのペンタブで、ペン先がすり減るくらいお絵描きしてたのが今思い出すと懐かしいわ。そんなワイも iPad を手にしてからペンタブでお絵描きする頻度は減ってしもてんな。理由としては手軽さやな。 iPad は寝ながらでも座りながらでもトイレしながらでも絵を描ける手軽さがええと思うねん。しかも画面に直接描けるところもええところやね。ただ一つだけ iPad がペンタブに劣ってるって感じるところがあって、それは書き心地やな。ペンタブのペン先ってちゃんと細くて尖ってんねんけど、 Apple Pencil はクレパスみたいなゴン太のペン先やねん。慣れればなんとも思わへんねんけど、気になるっちゃ気になるんよね。そこで今回買ったのはエレコムから出てる極細ペン先やね。 Twitter でバズってるのを見て、ワイが欲しいものはこれやって思ったものの、ずっと売り切れで買えんかったんよね。今は在庫が復活したみたいで、ようやく手に入れることができた感じやね。ほんま使っていくのが楽しみやわ。今回買ったエレコムのペン先が2個入りで1960円。まあまあ高いな。パッケージには金属製の1ミリって書いてて、摩擦に強く長寿命って書いてるから、もしかしたら純正のペン先よりかは長持ちするかもしれへんから、コスパはいいかもしれへんな。ちなみにこのペン先は Apple Pencil の第1世代と第2世代に対応してるっぽい。これはありがたいな。パッケージの裏を見ると赤で囲ってる文字があんねんけど、そこに iPad には必ず液晶保護フィルムを貼ってご使用くださいって書いてるな。ペン先が細いから画面が傷ついちゃうんやね。そこは注意した方がええな。付け方は既存のペン先をくるくる回しながら外して、同じく取り付ける時も回しながらつける感じやね。簡単や。ってことで早速試し書きしてみるで。はい、ってことで早速試していくねんけど、この画面の保護フィルムはペーパーライクフィルムを使用してて、で今この開いてるソフトはクリップスタジオペイントやね。なんかペーパーライクフィルムを貼ると紙に書いてるような書き心地になるって言われてんねんけど、実際アップルペンシルってペン先が太いからなんか違うなみたいな感じがあったんやけど、ペン先が細くなったことによってより紙感が増したっていうか、このペーパーライクフィルムとこの細芯の相性はかなりいいなって思うね。うん、やば、めっちゃ書きやすい。ペン先が細いからガチでなんかシャーペンで書いているような引っかかり、カリカリしたような感覚が味わえるね。ペン先が細くなったことによって多分ね、字とかも結構小さめに書けるんじゃないかなって思う。ちょっと書いてみよう。あ、すごい、めっちゃちっちゃく書ける。最大どんぐらいだろう。あ、ちょっとこれは厳しいか。でも結構ちっちゃく書けてるくない？結構ちっちゃく書けてると思う。画面とペンの精度はこんな感じやね。ちょっと見えるか分からへんけど。分かるかな？ちょっと画面越しだと分かんないかもしんないな。まっすぐ書くとこう。ちょっと数ミリずれてる。わかるかな。まあ Y は許容範囲内かな。全然こんぐらいのズレだったら全く、まああまり気にはなんないけどね。まあ絵描きを生業としてる人はもしかしたら気になるかもしれへんけど、素人の落書き程度ならまあそんな気になるレベルではないかなっていう感じはするね。あれかな、まあこう一本線を例えばこうやって引いたとして、でまあこの終わりの線をもう一回引くときとか多分気になる人はいいんじゃないかな。あ、これちょっと難しいね。ペンがずれてるか、ちょうどこの終わりの線からつなごうと思うと、まあ、ここがやっぱり綺麗にはつながらないよねっていう感じ。あ、でもなんかさっさって引いたらいけそうだな。線が太いからかな。もうちょっと細くしてみようか。いや、まあ気になんないな。全然つながるな。まあ、こうやってなんかこう
さっさって弾かないでやるとこういう感じになっちゃうんだけど、あ、ほら、まあ、さっさって弾けば綺麗にね、終わりの線から書き始めても綺麗には弾き全然弾けるなっていう感じかな。あー、なんかね、ペンの太さによっては寝かしても書けるし書けなかったりするかも。サイズ7でやってんだけど、これだと寝かして書けるっぽいけど、まあ出たり出なかったりするから、まあ、寝かして書きたいみたいな人はちょっとやめた方がいいかもね。7より太くするとちょっと出にくいかも。10、あ、10から寝かして書くと出ないね。サイズ10から寝かして書くと書けない。もうこうやって縦には書けるけど、なんかめっちゃ薄くなっちゃうね。うん、そんな感じかも。次はこの細芯と純正のペン先を使って、まあいろいろ比べていきたいと思う。じゃあね、まず普通の純正のペン先で弾いてみるわ。うん、次エレコムで弾いてみる。まあ純正の方はペン先が太いから引っかかりが少なくて、なんか滑らかなのは純正のペン先やね。でエレコムのペン先はかなりガリガリ引っかかる感じやから、まあ、ちょっとそのガリガリ感が苦手な人は、まあ、一定数いんのかなっていう感じ。このリンゴマークが純正で、この E がエレコムね。次ちょっと強弱をつけて書いてみようかな。下に行くにつれてだんだん力を抜いていく感じでやっていこうと思う。あ、こんな感じやね。で次エレコム、こんな感じやね。なんだろう、強弱をつけた感じはちょっとアップルの方が自然かなって思う。でエレコムの方はなんかある一定数力を抜いたところでなんか急にキュッて締まってるような、なんかまあ急に線がスッて本当にいきなり細くなっていくような感じはあるかな、個人的には。じゃあ次はね、まあ、どっちの方が繊細に書けるかっていうやつやね。まあ、絶対エレコムなんだけど、まあ、やっていくわ。あ、これが限界かな。まあなんかペン先が細いからやっぱりエレコムの方がいっぱい数は書けるかな。まあ、細かく書けるのはエレコムかなって思う。まあ、そんな感じかな。まあ、そんな感じで今回エレコムのペン先を使ってみてどうやったかっていう話やねんけど、いや、マジで買ってよかったの一言に尽きるな。まあ、ワイはド素人やから、まあ、そんな気にならへんねんけど、人によったらもしかしたら気になるかもっていうところで言うと、線の強弱をつけたいみたいな人はちょっと違和感があるかもしれへんな。まあ、純正の方は滑らかな強弱がつきやすいんやけど、エレコムの方は強弱が極端な気もするな。ほんまに微妙な違いではあるんやけど、気になる人はおるんかも。あとは Amazon のレビューでもめっちゃ書いてんねんけど、ペン先と画面が数ミリずれてんねんな。これも素人目線からすると、まあ全然気にならん。もうあれは買う前にすでに Amazon のレビューで少しずれるっていうのが分かった上で買ってるから、そんなにギャップを感じることがなかったのかもしれへんね。ともあれ、ワイはペン先が細くなって大満足やわ。 iPad でシャーペンみたいな書き心地で書きたい人はぜひお試しあれ。ということで今回はエレコムの Apple Pencil 用細芯の紹介でした。今回の動画がいいと思ったらコメントよろしくな。ほな、散財は人生やで。